こんばんは。スタジオリバーサイドでございます。10月22日日曜日、大人クラブの時間でございます。今ですね、神楽坂にございますクラブで、ギターを、ね、演奏しながら歌わせていただいてるんですが、あの譜面やら何やらを持ったりくるにはトートバッグが必要なんですね。で今一番欲しいものはですね、移動の際に使うトートバッグで、マーガレット・ハウエルというね、ところのトートバッグがすごく欲しくてですね、ですが、まあ、ちょっとお高いんですね。で、ガサガサと探しましたとこ、昔使っていたですね、このスヌーピーのバッグが出てきまして、これ肩からポイって背負えるんですね。でちょうど高さもちょうどいいということで、マーガレット・ハウエルのトートバッグが買えるようになるまではこのバッグを使いたいと思います。で、マーガレット・ハウエルのトートバッグの黒が欲しいんですね。なぜ黒かというとですね、白はですね、やたらめったら汚れが目立つんですよね。これ洗濯機で洗ってみようかなとも思うんですけど、やっぱりね、あの男子って基本的に汚いんですよ。あのね、汗臭いしで、あの女性って大体いい匂いがするでしょ。あのあれはシャンプーの匂いなのかリンスの匂いなのかわかんないですけど、大体ね、女性が髪の毛を振ってやるとこおうってなるわけですよ。で、あの女性って何の匂いにグッとくるのかなと思って、よくね、あの男性や女性が必ずあのその匂いを嗅ぐとこうグッときてしまうシャンプーとかコロンとか言うんですけど、そのなんかちょっと違うんじゃないかなと思うんですよね、うん、その人の匂いってやっぱあるんですよね。私も女性の匂いであのポアソンとかねつけてる女性をまずちょっと生理的に受け付けないですね、はい。なので今ちょっと一番欲しいのはですね、マーガレット・ハウエルのトートバッグなんですが、しばらくは、この、昔から使っている、スヌーピーのいいのかな、こんな年にしてスヌーピーのトートバッグしょって歩いてて、これでね通勤したいと思います。来週はですね、5回、神楽5日間、月火水、月火水木、月火水金土と、5日間、ステージにね歌ったりギター弾いたりさせていただきますんで、はい。バックはですね、本当に必需品なんですね。いろいろその譜面の他にですね、足台とかね、予備の弦とかね、いろいろ入れたりするんで、以前使っていたねバックがもう小さくて使えないんで、なかなかないなと思って探していたらですね、そのねお店のスタッフの方がマーガレット・ハウエルのねトートバッグとてもいいですよということで、近いうちに購入したいと思っておりますというわけで、今回ご紹介したのは、スヌーピーのトートバッグでした。しばらくはこれで出勤したいと思います。はい、ちょっと服が洗うかしようかな、いくらなんでもこれ汚いな、何かな、はい、やっぱり人間はもう外見身だしなみなんで、ちょっとこれはゴシゴシ中性洗剤で洗いたいと思います。それではスヌーピーにいただけした次がお送りいたしました。もしかしたら後で大人クラブ、明日も大人クラブがあるかもしれないよってわけです。それではまたお会いしましょう。